本日は、この間のジャンボリーで、ちょっと説明が行き届かなかった LTSI の説明について、宗像さんにプレゼンテーションしてもらいます。まず、日本語でプレゼンテーション、あと別途英語の、バージョンも用意しますので、そちらの方もご参照ください。じゃあ、宗像さん、よろしくお願いします。はい、宗像です。今日は LTSI プロジェクトの、現状と計画について、3.0と3.4についてご説明します。この資料は、ちょっと古いですが、8月の29日に、Linux コンノースアメリカサンディエゴで説明した資料を使います。で、今日の話の内容は、1つは、なぜ LTSI のプロジェクトを始めたのかという話と、2番目に、LTSI はどうやって作られていくのかという話、そして3番目に、LTSI はどう使ったらいいのかというようなアドバイスというか、それをご紹介した上で、4番に、この時点、8月末の時点の状態ですけども、その時点の、ステータスアップデートをご紹介します。で、まずはじめにですね、まず LTSI に入る前に、Linux のアップストリームのカーネルがどのようにメンテナンスされているかということをちょっと復習したいと思います。この絵はちょっとバージョンが古いですけども、2.6.29、3.0、3.1、3.2というふうに、アップストリームの Linux カーネルは大体80日から75日ぐらいの周期で新しいものに変わっていきます。で、そのメンテナンスということなんですけども、実は Linux カーネルは、例えばアメリカの国防省とかそういうところにも使われていてですね、アメリカの政府から、例えば重大なセキュリティホールみたいなものが見つかったときは、それを必ず直しなさいということを、コミュニティは要求されているわけですね。で、そういったセキュリティのフィックス、または重大なバグのフィックスについては、カーネルのアップストリームのコミュニティの方でも、そのパッチを当てるということをメンテナンスとしてやっています。ただし、そのメンテナンスの期間が無限にやってるわけではなくて、この絵で見ていただくと分かるように、例えば 2.6.29 の場合は 3.0 が出て 3.1 が出るまで、その2つ先が出るまでの間、期間限定でメンテナンスをすると。逆に言うと 3.1 が出た後はメンテナンスがされません。で、メンテナンスされなくなっちゃうとどうなるかというと、コミュニティでメンテしてくれなくなるので、誰か使う人が自分で、またはディストリビューションさんに頼んでメンテナンスをしてもらう必要があります。で、これでは、実際使いにくいので、もともとエンタープライズ系のディストリビューション、ライクレッドハットとかスーゼとかいったところまでは、コミュニティと相談していくつかのバージョンを選んで、ロングタームステーブルというふうにして、それはもっと長い間メンテナンスをしましょうというふうに過去ずっと合意してやってきました。そういったものをロングタームステーブル LTS というふうに言っています。で、今回ご紹介する LTSI というのは、この LTS に密接に関係したものです。なので、これを見ていただければ、カーネルのバージョンを選ぶときに LTS を選んだ方がメンテナンスのコストが下がる、自分で苦労しなくて済むよということが、容易に理解できるかと思います。で、次にですね、今ご説明した絵の内容をここに、英語でまとめていますけれども、通常のカーネルは約80日間でリリースされてから80日間のリリースメンテナンスがあります。で、 LTS のカーネルは、一般的には年の単位で、メンテナンスがされるというふうになっているので、LTS を使った方がいいですよねというのがここに書かれています。で、ここまでは皆さん全員賛成だというふうに思いますね。で、これが、LTS のバージョンが、じゃあこれまでどうやって決まってきたのということの説明なんですけども、実は従来は、ちゃんとした、明文化されたルールはありませんでした。で、ここに書かれているのは、この一番上に書かれているエンタープライズのサーバーとかそういったものはですね、最低でも5年、場合によってはもっと長い間バグフィックスとかセキュリティフィックスが提供されている必要があるよねというふうに思っています。で、Linux のディストリビューション、レッドハット、スーゼみたいな、そのエンタープライズのディストリビューションは、コミュニティと相談して、それをじゃあ長い期間メンテするようにするというのを過去いろいろ相談してやってきた経緯があって、これまではですね、そこに書かれているような、2.6.16、間が飛んで27、32、34、35といったものが、ロングタームステーブルメンテナンスの対象として選ばれてきたという経緯があります。で、これはですね、我々組み込みから見ると、じゃあ次のロングタームステーブルがどれになるのかわからない、どのバージョンを選んでいいかわからないということで、なかなかちょっと使いにくい面があったので、ステーブルメンテナー、コミュニティのステーブルメンテナーのグレッコ・ハートマンさんが、昨年ですね、この辺の最近の組み込みもたくさん使われるようになった事情を反映してですね、新しいルールを作ったんですね。で、それがそこに書いてある赤字で書いてある2つのことなんですけども、毎年1つの LTS のターゲットのカーネルを決めますというのが1番目。
そして2番目はそのカーネルが、当初リリースされているから2年間の間はメンテナンスをしますというふうなルールです。なので例えば2011年には何回のカーネル、まあ、具体的には 3.0 というカーネルが選ばれました。で2012年は、まあ、今日ご紹介しますけども 3.4 というカーネルがロングタームステーブルの対象として選ばれているので 3.0 は2011年出てから2年間13年まで、 13.4 は12年出てから2年間で14年までは、コミュニティがセキュリティパッチ、バグフィックスパッチをメンテナンスしますということが、まあ、今回新しいルールで決まったということになります。でそういう意味ではここに書いてあるのは It seems good choice ということですね。その LTS を使うのはまあ誰が見ても正しいよねということなんですけれども、 BAT と書いてあるのはですね、あの我々その実際に製品を作るときに使うカーネルというのはそんなに出てばっかりのほやほやのカーネルを使うわけではありませんよね。で例えば我々が使おうと思っているチッププラットフォームとか SOC のサポートというのはその LTS のバージョンの中に入っていないかもしれないし、それから新しいデバイスドライバー、例えば新しい無線 LAN のチップを使おうと思ったんだけども、そのドライバーはより新しいカーネルにはすでにメインラインにあるんだけれども、残念ながら LTS のバージョンにはまだ入っていないとかいうこともあるでしょう。またさらにあの Linux カーネルはどんどん、まあ、特に最近 3.4 以降は特にそうですけども、組み込みで欲しい機能がどんどん新しく追加されています。そういったフィーチャーを使いたいけれども LTS に選ばれたバージョンにはまだ入っていないとか、それからあとまあ我々の組み込みの世界ではあのどうしてもやらなくちゃいけない問題ですけども、いろいろなデバイスのエラータフィックスがチップベンダーとかコアベンダーが出てきますけども、そういったものは、メインラインの範囲に入っていないので、それを後付けで追っかけて開けなきゃいけないといった問題が起こります。なのでこれはまあ私はここに赤い字でタイムギャップチャレンジと書いてますけども、そういった時間差の問題というのは必ずあって、 LTS がいいに決まってるんだけども LTS だけで全て解決しないと、そういった問題があります。なので我々 LTSI と I がつくものを考え始めたのはこのタイミングギャップ問題というのを解決したいというのが根本的な LTSI を作った時のモチベーションになります。で何が違うのかということですけども、このブルーの部分が、一番下の小さい箱がアップストリームのカーネルですね。これは一定の周期約8年長期にコミュニティによってメンテナンスされて新しいものが入っていくと。でその2番目の大きい箱はコミュニティの LTS カーネルなんですけども、そこに書いているようにデザイントゥビコンサバティブと書いてますけども、非常に保守的な、ポリシーで、LTS のメンテナンスはされます。具体的に言うと、これ具体的なルールはあのカーネルソースの中のドキュメントに、ステーブルカーネルっていうドキュメントがありますけども、そこに書かれているのは、まずシビアなバグフィックス、明らかなバグフィックスで、その新しいカーネルで採用するフィックス、これはあのマイナーのものは実は必ずしも全て入るわけではありません。あのシリアスで大きな問題を選んでバックフィックスしています。それからセキュリティフィックスについてのバックフィックスをします。だけれどもここに書かれていない、新しい機能であるとかそういったものは入らないわけですね。なので、LTS は基本的に完全な広報互換性、要するに常に置き換えても絶対に動くということが一番大事だと思って作っていますので、そういう意味では非常にコンサーバティブなものであると。それに対してその赤く載っている上に載っている部分、先ほど説明したようなカーネルフィーチャーのバックポート、またデバイスドライバーのバックポート、あとは、ここが LTSA の特徴の一つでもあるわけですけども、メインレーンには入っていないんだけども、それぞれの会社またはそれぞれの開発者が持っているようなローカルなパッチも含めて、マージして、カーネルを作りましょうというこの赤い部分が LTS と LTSI の違いになります。で今までお話ししてきた内容をちょっと整理するとですね、 LTSI のコンセプトということでいくつか挙げていますけれども、まず LTS はコミュニティのものです。グレッグがメンテナンスしてますけど、コミュニティのカーネルとしてメンテナンスされているもの、それに対して LTSI は LTS にベースにしていますけれども、インダストリーデマンデと産業界の要求を反映したものです。そういう意味で2番目に書いてあるように、ガバナンスは、コミュニティではなくてLinux Foundation C ワーキンググループが握っています。ということは、どのコードを入れるかという議論をするときにですね、必ずしもコミュニティ全員の賛成を取る必要はなくて、Linux Foundation C ワーキンググループの中でみんながそれが必要だねといえばそういうことを入れることができます。それから3番目に LTSI はカーネルにフォーカスした活動です。言い方を変えると、
完全な BSP、 完全な BSP っていうのはトゥールチェーンであるとかユーザーランドであるとかスクリプト関係とかそういったものがいるわけですけども、そういうものまで入っていません。純粋なカーネルだけです。それから4番目に、アーキテクチャ、CPU アーキテクチャとかプラットフォームに対してニュートラルです。特定のアーキテクチャ、CPU アーキテクチャとか特定のボード向けにやるものではありません。で実際には、テストをしなくちゃいけないわけですけども、これは開発そのものは X86 の PC を使っている、まあ、グレークはそういうものを使っていますけども、各社でいろいろな ARM であるとか PowerPC であるとか MIPS であるとかそういったいろんなアーキテクチャに移植してもらって動くように考えているものです。それから、そういう意味で、Combine with Existing Platform と B として書いてますけども、例えば Android であるとか Tizen であるとか Yocto であるとか WebOS、 最近いろんなものが出てきてますけども、そういった既存の Linux のプラットフォームに LTSI のカーネルを組み合わせて使うことができます。そういう意味では我々そういったところに、まあ、声をかけてですね、 SDSI を使っていきましょうよということをいろいろ今声をかけているということになります。ちょっと脱線というか、まあ、これは新しい情報ですけども、この資料に書いてませんが、この発表した後にですね、ヨクトプロジェクトといろいろ会話するようになっていて、この今年の秋以降出てくるヨクトのバージョンには LTSI カーネルもサポートされるということが正式に決まっています。それからその次、コンプライアンスアップストリームルールと書いているのは、とはいえですね、すでに、まあ、実証済みのオープンソースの開発プロセスというものはできるだけ再現していきましょう。具体的にはその C で書いてますけども、サインドオフバイをちゃんとつけようとか、それからパッチの形で提供しようとか、そういったことを、基本的にはルールとして採用しています。でとはいえですね、その上に下にあえて反対のことを書いてますけども、フレキシブルパッチフォームと書いてるのは我々自分で言ってて矛盾しているように聞こえるところもあるかもしれませんが、必ずしも企業の開発者がオープンソースのパッチの書き方、パッチの投げ方の作法についてそんなに慣れているわけではないけれども、コードとしてはとってもいいコードがあるということも十分あるかなというふうに思っていて、もちろんその完全にオープンソースコンプライアンスのコードを出してくるのが一番話は簡単ですけども、そうではないものもある程度フレッシュに受け取りましょうということは考えています。でここは、実際そういうコードがあるんだよと、パッチの書き方は分かんないよという、まあ、実際そういうケースもすでに出ているんですけども、LTSI または Linux Foundation の C ワーキングに相談していただければ、その辺のコーディネーションもしたいと思っています。で最後に書いているのは、CE括弧 and others と書いてますけども、まあ、CE は一応コンシューマーエレクトロニクスということですけども、例えば自動車とか産業関係とかそういったものも含めて Linux の活用がより進めるように、LTSI というのは作っていますので、そういったいろんな産業の皆さんの声を反映して発展させていきたいというふうに考えています。で次にですね、LTSI でどういうことができるのということなんですけれども、この表は、縦軸、縦方向にいろいろなアクティビティ、アクションと書いてて、横方向に、メンバーシップカテゴリーというのも突然出てきますが、これは何を言っているかというと、Linux Foundation という団体ので、LTSI を作っていますよという話をしましたが、Linux Foundation の中にいろいろなメンバーシップがあります。で一番右の Other、括弧 Public と書いてるのは、これは Linux Foundation の中でも個人の、まあ、メンバーというかですね、まあ、まあ、極論すれば Linux Foundation じゃなくてもいいわけですけども、それ、まあ、誰でもという意味ですね。で2番目に向かえる、C Working for Individual というところですけども、Linux Foundation 自身はどなたでも個人でも入会することができます。でその場合に個人で Linux Foundation に入って、さらに C Working Group に登録することもできます。そういった方が C Working Group Individual と言っているものですね。その左、C ワーキングコーポレートと書いてるのは、Linux Foundation の企業メンバー。で企業メンバーもいろんな、まあ、レベルがあるわけですけども、どんな形であっても、企業として Linux Foundation に入っている方で、C ワーキングに登録されている方。そして最後に、C ワーキング AG ボーティングメンバー。AG というのは、C ワーキンググループの中で技術のステアリングをするためのアーキテクチャグループというそういう集まりがありますけども、その中で投票権を持った人たちということで、若干違いがあります。ただし、LTSI 自身は完全なオープンソースですので、例えば上に書いているウェブを見ること、コードをダウンロードすること、それからメーリングセンターパッチを投げることといったことは、何ら制限なく誰でもできることができます。そういう意味では、基本的には誰でもほとんど何でもできるんですけども、4行目に書いてある ICM、これはインダストリーコンタクトミーティングということにしてますけども、これは何かというと、
先ほどの LTSI のガバナンスは産業界にあるんだよということを申し上げましたけども、産業界の中でこんな技術を入れたい、こんなタッチを登録したいというような議論をすることが、まあ、したいことがありますよね。例えばいろいろな企業が別々に似たような技術をかけている場合で、こういうものを入れていきたいよねっていう議論をしたいという場合に、その ICM という場所でですね、いろいろな技術的な方向付けとか、またはパッチの選定とかに関する話し合いをすることができるというふうな場所を設けています。そういう ICM に参加するためには CE ワーキンググループのコーポレートメンバーである必要がありますよということを書いています。それからパッチを出すのは誰でもできますし、メインリストのパッチに対してコメントを書くことも誰でもできます。で、リナックスファンデーションの会議に来るのはですね、 CE ワーキンググループの会議というのの中で議論することになるので、一応 CE ワーキングの個人メンバーであればその会議に来ることができますが、これはそれほど難しい話ではありません。で、一番最後の概要にですね、ボートフォーパッチと書いてますけども、括弧 if needed ということで、もし、皆さんから出てきたパッチがコンフリクティブ、競合するような関係になった場合があって、どちらかを選ばなきゃいけないというようなことが起こった場合、これは、ルール上はですね、 CE ワーキンググループのAG の中で投票して決めるというプロセスを定義しています。では実際にはですね、過去こういうことが起こったことはまだないんですけども、実際にはそこのボーティングに行く前の段階でメーリングリストでいろんな議論をすることになるので、ほとんどの場合はそこで話が収束することになるかと思いますけども、ガバナンスのルールという意味では AG のボーティングで決めるというふうなルールを決めています。なのでここで申し上げたいのは、LTSI のカーネルを世に自分の企業、自分の作りたいものに合わせたいという希望がある場合は、ぜひ Linux Foundation の CE ワーキンググループに入っていただきたいと。で、こう ICM とかいかに出てきていただければ、まあ、他の会社がどんなことを考えているかも含めて、みんなでいろんなことを意見交換とかできます。これは、当然オープンソースの世界、今日工事技術の世界である話ですので、そういう意味ではいろいろなアンチトラストとかそういった問題も触れずに、こういうことができる場所を設けていますよというご紹介になります。で、実際次にですね、どんなコードが LTSI に入るのと、またはどうやって入るのということの説明で、LTSI にコードを持ってくるパスは何種類かあります。で、上の箱、グリーンで書いてある箱は From Upstream と書いてますけども、例えば 3.0 が LTSI のターゲットとすると、その時点ですでに 3.1 とか 3.2 というより新しい Upstream が出ているわけですが、それがこの緑の箱のターゲットになります。ここに4つ書いていますけれども、1行目に書いている Newly Adopted LTSI Bug Fix Security Fix、 これは、Bug Fix Security Fix を LTS に、まあ、先ほど申し上げたようにコミュニティでメンテするものがありますけれども、これはオートマティック、自動的に LTSI に反映されます。で、この量、ここのものカテゴリーだけが自動的に LTSI に入ってくるということになりまして、その次に書いているカーネルフィーチャー、または3行目のデバイスドライバー、またはキュードとか言ってもそうです。まだメインラインに入ってないけど、RC バージョン、要するに開発途上のカーネルに入っているようなものについても、アップストリームからこれを引っ張ってきて LTSI に入れてねっていうことは言えるようになっているわけですけども、それらは全てリクエストベーシス、要するに要求に従ってやると。逆に要求がなければ入りません。なので皆さんが例えばより新しい最近のカーネルでこんな機能が入っている、こんなドライバーがあって、これはぜひ使いたいんだというご要求があれば、それは LTSI に対してこのコードを入れてくださいという要求を出してください。具体的な要求の出し方ですけれども、理想的にはですね、その最新のカーネルと LTSI のターゲットカーネルの差分を取って、そこからパッチを作って送っていただくのが一番望ましい形ですけれども、パッチの作り方がよくわからないとか、そういうケースもあるでしょうから、その場合は例えば最新のカーネルのこの機能を入れたいということを LTSI のメーリングリストに投げていただくだけでも、他のメンバーがそのパッチを作るとかいったことのお手伝いをすることも可能性があると思っています。それから下の箱、From SOC Vendor と書いてますけども、これはですね、LTSI の活動って基本的にどんな方でも参加することが期待されますが、 LTSI で特に、コードをたくさん投げてほしいのは SOC の会社になります。で、 SOC の会社が従来ですね、 SOC の会社の専用のベンダーカーネルというものを持っているケースがよくありました。で、いろんな事情でベンダーカーネルの中には入ってるんだけども、メインラインには入ってないコードというのは実際にはいろいろ存在していて、製品を作る方がその各社のベンダーカーネルを除いてドライバーを探してくるとかいうことを、実際にいろいろそういうことが多いわけですけども、そういったものをぜひ投げてくださいということ。それから2番目は、
アップストリームの最新のカードには投げたんだけど、まあ、例えばさっき言ったタイムジャップの問題で、その LTSI のターゲット関連にはまだ入っていないようなもの、間に合わなかったようなもの、そういうのはぜひリクエストして投げてくださいと。それから、チップのワークアラウンドみたいに後からできたもので、メインラインに入っていないものがもしあれば、そういったものもぜひ投げてくださいということになります。でこの辺は各社 SOC の企業で事情がいろいろ違うでしょうけれども、そういったことがぜひ進むように今各社に声をかけているということになります。それから次のページの上の方はですね、プロダクト、プロデューサー、ディストリビューションと書いてますが、実際製品を作っている方で、この LTSI というものを考えた時の大きな、思いの一つはですね、製品を作っている方は、製品を作るのが大変苦労して時間をかけて、いろいろ検証するとかテストをするといろんなことをやってですね、カーネルコミュニティであるとか、またチップベンダーが見つけていないような問題を見つけて、それに対するフィックスを作っていることがきっとあるよねというふうに思っています。または、各企業の中で独自にいろいろカーネルを拡張、改造してエンハンスして、いろんな、改造しているというケースもあるでしょう。で、その最初に申し上げたそのフィックスに関しては、これは大変無条件でみんなにとって価値があるものだと思っているので、直し方そのものはいろいろ議論があるところもあるかもしれませんけど、こういう問題があるよねというのはぜひ挙げてほしいし、こう対策しているよという情報も役に立つので、ぜひ投げていただける。そうすればお互いに助け合って同じ穴に落ちないで済むようになるよねということです。それから2番目のエンハンスメントに関しては、ちょっと赤字で、メインリクワイアストリクトパンティコンパティビティレベルと書いてますけど、特定用途向けだけに使えるエンハンスメントというのは一般性がないので、必ずしもそういったものが全てFTSI で採用されるとは限らないと思っていますけれども、少なくともこういうアイデアはあるよねということであれば、要求を出していただきたいと思います。で、LTSI は、産業界向けということを申し上げましたけれども、もう一つはできるだけそういった皆さんのアイデア、組み込み産業の持っているアイデアをメインラインに戻していきたいというふうな思いもあるので、こういったところから、組み込みで作った成果がメインラインに反映されていくのが出てくればいいなというふうな思いもあります。それから最後、アザーズという箱がありますが、ここは何を書いているかというと、オープンソースのプロジェクトの中で、メインラインには入っていないんだけども、組み込みでものを作るときはきっとみんな使っているようなものというのがいくつか存在します。また、新ワーキンググループの中で、LTSI セットなのでもう一個大事な活動で、オープンプロジェクトということで、毎年度予算を取って、いろいろなプロジェクトを公募してですね、それを成果をいろいろ集めてみんなで使うという活動をしていますけども、こういったものの中でカーネルに入るものについては、FTSC ワーキンググループの方でそれをピックして LTSI に入れていくということもやっていこうとしています。なので今まで申し上げたようなアップストリームから SOC ベンダーから製品開発の現場から、そしてその他のコミュニティからいろんなものを集めて FTSI というカーネルが作られていくということになります。で、次のページの絵はちょっとビジーな絵ですけれども、何を言ってるかというとですね、LTSI がどんなふうに作られていくのかということを図示化したものです。で、絵は上半分が緑色の背景になっている部分で、ここはコミュニティの活動です。で、下半分の赤っぽくなっている背景のところが LTSI のプロジェクトの活動ということになります。で、上半分を見ていただくと、青い線が3本入っていますけれども、これがメインラインのカーネルになります。ちょっと字が小さいでしょうけども、3.N-1 と 3.N と 3.N+1 という3つのカーネルが、一定の時間差を持って出てきましたねということが分かると思います。で、例えばここで 3.N という真ん中のラインが LTSI の候補になったとしますと、その候補から、縦にちょっと伸びているオレンジの線がありますけども、これが LTSI にもう分岐していく線になるわけですね。で、下の方の赤いところに太い茶色い矢印で LTSI と書いていますけども、ここに LTSI を作るまでにそのコミュニティから持ってくる線と別に下から上がってきている線があります。で、ここが、LTSI を作るときにパッチを集めて、我々はステージングツリー、ステージングプロセスというふうに言ってますけども、そこで、メインラインの 3.N に入ってなかったものだけども、例えば新しいカーネルから、さっき申し上げた、または SOC ベンダー、または製品開発の現場、いろんなところから集まってきたコードを作って、それを組み合わせて LTSI を作っていくんだよということを言っています。で、上の緑のところですね、右側の方にオレンジの線が出ていて、ポツポツといくつか丸がついていますが、これは、
真ん中の 3.N が LTS になる、大きな赤いオレンジの矢印が下向いてるところで LTS モードになるわけですけども、そこから以降は、まあ、この期間はきちっと決まっていませんけど、一定の周期でセキュリティフィックス、バグフィックスが LTS にアップライされていきます。でこれが、上の矢印の点々ですけども、その点々については自動的に下に降りていく、 LTSI にも反映していくんだよということを書いています。で同時に LTSI 自身も、LTSI のバグフィックスのコードというのも入っていくわけですけども、まあ、こういった形で基本的に LTS は、LTSI は LTS と同期して、まあ、若干遅れて出てきて、コミュニティからのフィードバックを受けながら進化していくというのが基本的な考え方になります。ここはですね、実際どういうふうにバリデーションするか、評価を検証するかということを書いていて、LTSI はそのコミュニティではないわけですけども、 Linux ファンデーションでやってるものですけども、商用ではありませんという言い方は難しいですが、要するに、お金を取って提供しているものではありません。なので、商用の BSD のように完全にテストをしていますという言い方はしていません。ただしそうは言っても、そのコミュニティで作ったものに対していろいろものを足し込んでいるので、何らかのテストはしなきゃいけないよねというふうに思っていて、ここは現在いろいろ議論をしているところです。で、我々その NTSI を作るときに、リリースする約1ヶ月前に、全体を固めてこれが NTSI の候補ですよというスナップショットを作ります。そして約1ヶ月間それをみんなで使ってみてくださいという形でテスト期間というのを設けています。でここでどういうことをしてほしいかというのがここに書いてあるわけですけども、iPhone の中に書いてある、まず一番最初、パッチを投げた人はそのパッチがちゃんと動いているかテストしてくださいということです。で、まあ、パッチの中には他の人他のコードに影響を与えないようなものというのもあるでしょうし、場合によってはパッチ同士が競合するものというのも出てくる可能性があります。なのでパッチを作った人は必ずそのパッチがちゃんと動いているかというのを自分の関係でテストしてその結果を返してほしいということですね。それから2行目、赤い字で書いてある SOC ベンダーまたはディストリビューションはぜひテストをしてその結果を返してほしいと思っていますということも書いています。で、このテストプロセス、まだ現在いろいろ審議をしていて、この辺が将来的には明文化されたこのテストが通ってなきゃいけないとか、そういったルールを作っていくことも考えているわけですけども、現時点では、チップベンダーとかプラトンベンダーまたはディストリビューションが将来自分でそれを使って自社の BSP とかを作ることを前提に LTSI のテストをしてください。で、テストをした暁にはその青い字で書いてある LTSI テステッドとかまたは LTSI レディとか、まあ、別にこれLinux Foundation特別に決めたものは何もないですけども、そういった言い方をしていただいて結構ですということを書いています。で、LTSI は先ほど説明したように特定のアーキテクチャ、特定のボード上で動くものではと決め打ちしたものではないので、皆さん別々のもの環境でテストされると思うので、その時のカーネルコンフィギュレーションであるとか、ターゲット環境のスペックであるとか、問題を再現するプロセスとかいったものを、枠情報と一緒に送ってくださいと、まあ、これは当たり前のことですね。それから、その他の方でも、エニーイシューと書いてますけども、バグであるとか、また以前動いたものが起こらなくてしまうリグレッションといったものが起こった場合は、現時点ではメーリングリストにその結果を投げていただきたいと。将来的にはですね、なんだかのバグトラッキングシステムみたいなことを作ろうというふうに考えていますけども、Linux Foundation の中で LTSI 専属の開発チームというのが現時点であるわけではないので、BTS にデータが入っても誰も見ていないという状況を避けたいので、当面はちょっとメーリングリスト上にその辺の情報を上げていただいて、みんなでシェアするということをしたいと思っています。次の絵は、先ほどの絵のちょっと似ていますけども、LTSI を使ってどう製品を作るのということについて説明をしている絵です。そういう意味でいくと、先ほどの絵と重複するところはありますけれども、ポイントは、LTSI が出た後に、茶色い矢印が真ん中にこう右に向かって伸びていますけれども、一つはですね、その下にオレンジ色の線、ステージングツリーという線があって、ステージングツリーというのはその赤い句書いてあるプライベートツリーとかからパッチを集めるための、または上のフィーチャーバックポートで上から持ってくるための場所ですけれども、リリースした後もステージングツリーは開けています。で、何のためにそうしているかというと、例えば LTSI 3.0 というのがリリースされた後にさらに新しいチップが出たよとか新しいボードが出たよというケースにそれを入れたいというケースも出てくると思うんですね。で、LTSI のマスタートリー出て後のツリーについては、当然広報互換性を確保する必要があるので、
何でもかんでもそこに入れるってことは基本的にしません。その代わりステージングトリーを開けるのでそこに追加のコードを入れていただくことはできるようにしています。なので使う立場から見るとその茶色い線 LTSI の例えば 3.0 の最新版 3.01 とか、なんかそのコミュニティからのフィードバックが入った最新のものと場合によってはそのオレンジのラインリリース後に入った追加コードをくっつけ、チェリーピックと書いてますけども、それを集めてきて自分の製品に使いたい OEM カーネルというものを作ることができますよということなので、茶色いところから見るだけでなくて、ステージングツリーもさらに必要なものが入っていないかなというのを見ていただくと一番効率的にものを作ることができますというふうに考えています。でこの中でじゃあ茶色いところではもう何も入れないのかということですけども、ここはLTSI のメンテナーのグレックともいろいろ議論をしているところですけども、セルフコンティーン、要するに他に影響を与えないことが確実なものについては当然入れることも可能です。でここは、我々そのさっき LTS のコンサーブティブという言い方をしましたけども、一旦リリースした LTSI については比較的コンサーブティブ、絶対に広報互換性が確保されるような状況にしたいと思っていますので、安易に行動を同じすることは比較的こう避けたいなというふうに思っていますけれども、場合によってはそれは入れていくことも含めて考えて、例えば明らかなチップのバグとかワークアラウンドであって反映した方がみんなにとってメリットになるようなものについては議論して反映するということを考えたいなというふうに思っています。でここから先はですねステータスアップデートということなんですけれども、これ8月時点までの、LTSI プロジェクトのメーリングリストの、動向というかどんなふうに必要があったかっていうのをグラフにしたものです。でこのように見ていただくと、LTSI がスタートして5月6月4月5月ぐらいがですねパッチを集めた時期で、ここに、5月がピークになってますけども、いろいろメールリンク上でいろんなパッチが投稿されました。そして7月の、ジューン、ジュライですね、6月7月の2ヶ月は評価期間ということで 3.0 の評価期間だったんですけども、そこにさらにいろいろ評価結果とかそれに対するアドバイスといったことのメールが飛び交ったということで、一応このぐらいのアクティビティが進んでいます。そんなに素晴らしく多くはないですけども、そんな少なくもないと、いろんな企業の方がそこにメールを投稿しているというのは見て取れると思います。で次にですね、実際の LTSI 3.0 の Git Tree がどうなっているかということで、これは Git コマンドで打ったものですけども、これちょっと古くなりましたが、2012年7月31日にグレッグが3.0.38LTSI というマスターを切っています。ここには、下にいろんなパッチが入っているんですけども、これちょっと見にくいので次のページを一応サマリーとしてつけました。でこれは、3.0 で何が入ったのということですけども、上の赤いところに書いているように、コミュニティの 3.0 のカーネルに対して800以上の追加のコードが入りました。これはかなり大きな成果だと思っています。で、具体的に何が入ったのかその下に書いていますけども、一つは、Android 関係のパッチ、これは 3.3 あたりで、コミュニティのマスターコードの中に Android のコードがだいぶ入りました。全てではないですけど、だいぶ入りました。それから3つ目、LTTNG、これも 3.3 ぐらいから、これコミュニティの作ったトレーシングキットですけども、これも、それまでオフトリー、カーネルのマスター外にあるプロジェクトだったわけですけども、3.3 ぐらいでメインラインに入ったもの。それから PRAMFS、これフラッシュメモリ関係のものであるとか、あとはランタイム PM、電力制御のものであるとか、この辺は 3.3 とか 3.2 とかいうあたりからバックポートしているもの。あとですね、一番下に書いているのは、アルマジロっていうのは、これはルネサスの作っている、アットマークさんの作っているルネサスの作られたボードですけども、これはメインラインに入ってないボードですけれども、皆さんがボードを買ったときに、LTSI のコードを落とせばそのボードが動けるように、ボードのデフコンフィグであるとか、そういったものが全部入っているもの、ボードプラットフォームサポートを追加で入れています。で、こういうように、インダストリーで欲しいものを足していくっていうのが、具体的に成果としてできましたというご紹介になります。で、ここですね、一応ちょっとだけ歴史を振り返って、過去の経緯を復習していますけども、LTSI のプロジェクトランチは昨年の秋10月26日の、ELCE というヨーロッパで開かれた会議に、発表しました。で、今年の2月1日に、コミュニティのデベロッパーでとても有名なグレッグ・オハートマンという LTS のメンテナーをやっている人が、Linux ファンデーションに移ってですね、彼は LTSI のチーフメンテナーにもなっています。そういう意味ではコミュニティで LTS のメンテナーをしていて、Cワーキンググループで LTSI のチーフメンテナーの2つの顔を持っているということになります。
それから先ほどご紹介したインダストリーコンタクトミーティングの第1回というのを6月に横浜でやりました。で当初はですね、これ以前ご案内をしてたので残していますけども、6月末に 3.0 のリリースをしようというリリースキャンディレートとして置いていたんですけども、実際には1ヶ月余計かかってですね、7月末に、先ほどご紹介したように 3.0 というのが、リリースされています。で先日この8月29日この会議の時に、インダストリーコンタクトミーティングの第2回というのをサンディエゴでやりまして、ここですね、すでに時間が経って少し状況が変わってしまっているんですけども、9月1日にステージの次を開ける予定だったんですが、若干遅れて2週間ぐらい遅れて9月の17日とかに、オープンして、今日時点ではその 3.4 のステージがまだ空いている段階です。で本来であれば10月1日に閉じてそこからテストというふうに思っていたんですが、若干遅れていますので、ここから2週間遅れぐらい、10月の中旬にステージングツリーを閉じて、そこから1ヶ月のテストを経て、11月の中旬ぐらいに 3.4 の LTSI というのを出すというのが現在の先行で進んでいるところです。でこれが 3.4 についての、日程を書き込んだ絵になるわけです。すでに前のページですみません、若干日程がずれていますが、3.4 のターゲットは先ほど申し上げたように11月中旬ということになります。でそういう意味でいくと、3.6 はつい最近リリースされたわけですけども、そこから1ヶ月強ぐらいの遅れで、LTSI が出てくるよという形になるかというふうに考えています。で LTSI の関連の情報はどこにあるのということですけれども、リリーストリーというのはですね、これすでにオープンされています。ステージングツリーも、そこに書いてある git.linuxfoundation.org の LTSI カーネルというところに行っていただくと、いろいろな Git を見ることができます。でこれらの情報も含めて、そのプロジェクトウェブ、下に書いてるところですけども、ltsi.linuxfoundation.org というサイトに行くと、プロジェクトの情報を取ることができます。また、メーリングリストはそこにありますところなので、サブスクリプションしていただければ皆さんメールが届くようになります。これは Linux Foundation のメンバーであるとかそういう必要は全くありません。あと、Twitter はですね、LTSI のプロジェクトリードの柴田さんが時々そこにツイートしていますので、Twitter を登録していただければ、イベントとかリリースとかについての情報を知ることができます。で最後まとめですけれども、今日ご説明した内容は、まず一つは LTSI プロジェクトをラウンチしました。でこれは LTS をカーネルをベースにして、インダストリー組み込みインダストリーのために、LTSI というものを作りましたよと。でこれは最新のカーネルとかオフトリーカーネルのパッチであるとかそういったものを集めて、組み込み産業がみんなで使いやすいものを作ってきているために作ったものですよというのが1番目で、2番目はLTSI を使うことによって皆様のエフォート、努力とそれは自動的にコストを大幅に下げることができるというのを期待していますと。LTSI がみんなが LTSI に対してパッチを投げてくれてこれが盛り上がっていくようにしたいというふうに思っていますということでよろしくお願いしたいということ。それから3番目に 3.0 の LTSI というのは7月の末に出ましたという話と、これは最低でも2013年の6月までメンテナンスがコミットされていますよということで、それから4番目、コミュニティメンタラー、これはグレークなんですけども 3.4 というのが次の LTS だよということを正式に決定しました。なのでこの決定に沿って、LTSI の次のものも 3.4 ベースになるよということで、一応ここに、ELC とか言ってますが、11月の中旬ぐらいを目指して LTSI 3.4 を今まさにパッチを集めていますので、コードがあるものはぜひ今のうちに送っていただきたいというのはお願いになります。最後の最後に、ゴルフオークションということで皆さんのお願いということですけども、3.4、11月のリリースに向けてのお願いということで、SOC ベンダーに対しては、ベンダーツリー、昔はベンダートリーという言い方をしてますけども、そういったものがあればそれをぜひ送ってくれということと、LTS のカーネルをテストして、LTSI のカーネルをテストして結果を返してくださいと。それから、いろいろなワークアラウンド、バグフィックスみたいなものをローカルに持っているのがあれば、ぜひこの機会にそれを共有したいというふうに考えて、お願いしたいということです。それから製品を作っている方に対してはぜひ自分の会社の製品開発に LTSI のカーネルを使ってくださいと、いろんなことでチップベンダーから持ってくるとかディストリビューションから持ってくるということもあるでしょうけど、そういった人に対しても LTSI のバージョンを使おうよということをぜひプロポーズしてほしいということです。それからこれも特に大事なことだと思っていますけど、皆さんがインハウスで持っている重要なフィックスのコードがあればそれもぜひ LTSI に送ってほしいという話になります。あと最後にソフトウェアディストリビューター、インテグレーターの方に対しては LTSI をベースのカーネルとしてサポートしてください。でこれは
現在もすでに主要なディストリビューションの会社全てが FTSI をサポートするということを公式にコメントしていただいていますので、皆さんがそういった会社に声をかけて LTSI サポートできるよねと言っていただければ、そういったものが提供されると思います。そして LTSI の、まあ、全体が良くなっていくようにいろんなフィードバックを送ってくださいということを期待しています。ということで、今日のご説明は、3.0 の LTSI の概要と次の 3.4 今開発進んでいるものについてぜひパッチを投げていただきたいというのが今日のご説明になります。はい、皆さんどうもありがとうございました。で、実際にジャンボリーの時にいくつか質問があったんですけれど、いくつか実際にもプレゼンテーションの中にも触れられていることなんですが、まず、間もなく 3.4 版の LTSI が出るということなんですが、 3.0 の中で、メインラインであるとかそういうのに採択されなかったけど、 3.0 ユニークということでいくつかのフィーチャーが入っていて、それがまだ 3.6 であるとかそういうところに入ってないようなものっていうのはあると思うんですが、そういうものは自動的に 3.4 の LTSI に引き継がれるというふうに思ってもいいんでしょうか。ですね、そこは 3.0 には入っていなくて LTSI に追加したもので、その後 3.4 のメインラインに入ったものというのは当然自動的に入ります。だけれども 3.4 には間に合わなくて 3.5 に入ったものもしあるとすると、そういったものは残念ながらもう一回改めて 3.4 の LTSI に対してパッチを書くということが必要になります。なので、メインラインに入っているかどうかに次第なんですけども、もしこのコードはまだ入っていない、我々の期待はできるだけ同時にメインラインに投げて、それは次の時が入るというふうなことが理想的ですけども、そこに間に合っていなければもう一回パッチを投げていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。次に、実際にパッチをポストをするにはどうすればいいかという話なんですけれど、おそらく、LTSI の趣旨から考えると LKML に Linux カーネルメーリングリストにポストするのよりは敷居が低いんじゃないかというふうに思っているんですが、何かヒントであるとかそういうことはありますでしょうか。先ほどご説明にもあったように、できるだけコンプライアンスアップステムルールということなので、それに従っていただく方が話は簡単になるのは事実なんですけれども、例えば、アップステムの内容とかチェックパッチ BL という皆さんが使っていると思う、そのスクリプトチェッカーとかああいうものがありますけども、必ずしもそれに合っていなくても、一緒にそういうものに慣れていなくて、だけどこういう問題があるよねっていうことであれば、それをまず LTML ではなくて LTSI のメーリングリストに投げていただいて、それを、先ほど紹介したグレッグが LTSI のメンテナーでもあるので、こうしたらいいよねとかいうアドバイスをもらいながら、やっていく。で、実際それはですね、 3.0 では東芝の方がコードを投げて、それが、最初そういう意味ではそのアップステムのパターンではなかったわけですけども、彼のグレッグがいろいろアドバイスして、だいぶ苦労されたところもあったんですが、最終的にはそういうパッチを形に作っていただいて、それが最終的に入るということも実際起こっていますので、ぜひそういうアイデアとかコードがある方は形にとらわれずに、そこの LTSI のメーリングリストにコードを投げていただければ、あとはそこからついていけるかなというふうに思っています。ということは LTSI のメーリングリストはかなりカジュアルに使ってもいいという感じですね。そう思ってます。はい、その通りです。で、これはちょっとあまり答えにくい、なかなか難しい質問かもしれないんですけれど、実際にこの LTSI にコミットしている、してくれた、SOC ベンダーであるとか、またはディストリビューターであるとか、そういうもので、この会社はこんな感じですよなんていう話していただけるものがあったらお願いできますか。ですね、まず考え方としての LTSI またはその別の LTS というものに関しては、100人に話せば100人その通りだというふうに話になります。で、実際にはですね、これまで各社が独自の、特に SOC のチップベンダーが独自のインハウスのツリーを持ってきたという実例は多くて、でそこはいろいろな事情があってそうなっている面もあるので、ここの LTSI がどのタイミングで移行できるかというのは各社それぞれ事情があると思っています。でそういう意味でいくと、さっき紹介したディストリビューションに関しては、例えばLTSI のホームページを見ていただくと分かりますけども、モンタビスタさん、ウィンドリバーさん、メンターフェクさんといったメジャーなディストリビューションさんは、正式にサポートをすることをコミットしていて、ログも掲載しています。それから半導体ベンダーもかなり多くいろいろコミットしていただいている面があってですね、例えば LTSI とは必ずしも同じではないですけども、つい最近このサンディエゴの会議、2012年の8月にコードオーロラフォーラムというのが、クアルコムから発表されました。で、これは、クアルコムがもともとコードオーロラという名前を付けて自社でインハウスツリーとして管理したものをオープンソース化しようと、でそれを徐々にメインラインの方のものに近づけていこうというようなことを、正式にコミットしてアナウンスをしたんですけども、そういった人たちと LTSI を協力して一緒にやっていこうという話も進んでいますし、
あとは、まあ、まだ具体的にその名前が出てきていませんけど、主要な半導体ベンダーの多くが LTSI に対して興味を持っていただいていて、そこに賛同するということを言っています。でさらに、この資料の中に出てこないのでもう一回復習で申し上げておきますけども、ヨクトプロジェクトというあのリナックスファンデーションの中でもう一つ別のアクティビティがあって、これは、主として組み込み向けにディストリビューションのベースになるレシピ、レシピというのは、カーネルとかトゥールチェーンとかユーザーランドのパッケージを自動的にビルドするためのレシピですけども、そういったものを作る活動があります。でここで、LTSI のカーネルも採用して、ヨクトのリリステストとかプロセスに全部載せて、それをメンテナンスしていきますよということが正式に発表されています。でこれはまあ主としてインテルさんがやっている活動ですけれども、まあ、ここの中には他の TI であるとかフリースケールであるとかいった活動も入っているので、まあ、多くの組み込み系のプロセッサーが将来的には LTSI のサポートができるというふうな状況になっていくというふうに期待しています。中田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。